ウィリアム・ブラッド・フォード・マイヤーズは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、デイビッド・ソン・グン、トマス・ビル出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2009年の MLB ドラフト3巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名を受けた。1巡目クラスの評価を受けながら、サウスカロライナ大学への進学を表明していたため、指名順位が落ちたが、 ロイヤルズは一巡目中位に相当する200万ドルの契約金を提示し、8月17日に入団が決まった。2010年には、参加の A 級バーリントンビーズと A 級ウィルミントンブルーロックスで打率。314.14本塁が、83打点、12盗塁、85支球、オプス、934を記録。エリック・ホズマー。 マイク・ムスターカスと並ぶロイヤルズの超有望株となった。ベースボールアメリカからはマイナー全体で10位の有望株とされた。8位にはホズマー、9位にはムスターカスが入り、ロイヤルズから3人がトップ10にランクインした。2011年に保シュから外野手へコンバートされた。この年は AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーしたが、 膝を痛めた影響で打率2548本塁打と振るわなかった2012年は A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハストームチェイサーズで打率314.37本塁打109打点と活躍本塁打数はダリンラフの38本に次いでマイナー2位だった9月にはベースボールアメリカの ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀選手賞に選定された。タンパベイレーズ時代2012年12月9日に、ジェームズ・シールズ、ウェイド・デイビスとのトレードで、ジェイク・オドリッジ、マイク・モンゴメリー、パトリック・レナードと共にタンパベイレーズへ移籍した。2013年は、三加のトリプル a 級ダーラムブルズで開幕を迎え、6月17日にメジャー昇格を果たした。 6月18日のダブルヘッダー1試合目、ボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。6番右翼でスタメン起用され4打スームアンダに終わったが、ダブルヘッダー2試合目のレッドソックス戦で初アンダを記録した。シーズンは88試合に出場し、打率293.13本塁打50打。2014年は前年から一転して不振に陥る。 87試合に出場したが、故障で長期離脱の影響もあって打率222.6本塁が35打点と打撃3部門の数字を落とした。守備面でも前年無失策だったのが4失策を起死した。2014年12月19日に、レネ・リベラ、バーチ・スミス、ジェイク・バワーズとのトレードで、ライアン・ハニガン、ホセ・カスティーヨ、 ヘラルドレーエスと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。2015年も故障に苦しみ、昨年を下回る60試合の出場に止まり、打撃でも打率、253.8本塁打と昨年を多少上回る程度に終わった。同年途中から一塁手へコンバートされた。2016年は開幕から好調で、特に6月は打率、327。 11本塁打の活躍で初の月間 MVP を受賞した。前半戦だけでキャリアハイとなる19本塁打、60打点、15盗塁を記録し、監督推薦で初のオールスターに選ばれ、4番指名打者で先発出場した。157試合に出場して、自身初の規定打席に到達。28本塁打、28盗塁の好成績を、 残した。7月31日のシンシナティレッツ戦では、当主のホーマーベイリーの隙をついて、単独ホームスチールを成功させた。2017年1月17日、2022年までの6年、総額8300万ドルで契約延長。4月10日のコロラドロッキーズ戦で自身初のサイクルアンダを達成した。8月16日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、 MLB で6年ぶり史上51人目となる1イニング3盗塁を記録。2018年は FA で1塁手のエリック・ホズマーが加入したため、再び右翼手の守備についた。さらに8月からは3塁手として起用されるようにもなった。2021年、新加入のブレイクスネルに背番号を譲り、開幕直前に背番号が4から5へ変更となった。 初記録、ありがとうございます。